俺の名前はサコヤマト。お前らバリューもないのに調子乗ってるから死ぬしかない。奴から目を切るな、死ぬぞ。クソが、やってやる。海援ナンバー2、麻生をお前にして震え上がる京極組の射程だ。京極組とは国園外を島とする任侠集団。警察が機能しないこの町を外敵から守ることを生業としている。そして京極組と巨大マフィア海援との戦争はまさに地獄と化した。この地の利権をめぐり死者負傷者は互いに多数。現在複数名の兄貴が入院中だ。なんだか事務所が広く感じるな。近藤の兄貴、お怪我のご様子は？ No problem. 少しペイン。健在の兄貴でも無傷の人はおらず、防備の面で不安は拭えない。ムグルマの兄貴も深く心を痛めている。死んでいった奴らの思いも俺たちは背負ってんだ。だからこそ絶対に負けられん。強国組の強さを見せつけるんだ。それでも組員の士気が下がらないように鼓舞し続けている。そうしていたある日のことだ。兄ちゃん、ムグルマさんに会いてんだが、昔からの知り合いでな。聞いてきます。ちょっとお待ちください。なんだこの人、すげえ迫力だ。おお。その時事務所から偶然ムグルマの兄貴が出てきた。お前はウリタ、ウリタじゃねえか。ムグルマ、久しぶりだな。そう言うとウリタと呼ばれた男性は口角を上げた。ムグルマの兄貴はウリタさんを組内へと招き入れた。そちらでございますが。サコ、こいつは俺の旧友でウリタってんだ。ウリタです、よろしくな。射程のサコヤマトと申します。生きる伝説目指しております。なんちゅう圧力だ。サコ、こいつとは獄中で出会ってな、そこで仲を深めたんだよ。獄中ですか。実はムグルマの兄貴は長く刑務所に入っていた。あの外道どもをこの世から消せたんです。後悔はありません。ああ、ムグルマ、出所日にはうまい酒をいくらでも飲ませてやるからな。そんなお勤めの中で二人は出会った。俺を見んなこら。あいつ、ひばり町のウリタだな。当時ウリタさんは国園街の隣町ひばり町で有名人だった。うちの島で何してんの？遺言ここに書け。助けて。武闘派として周辺のゴロつきを震え上がらせていたんだ。ムグルマの兄貴と同じくウリタさんも敵殺しで無所に入ったらしい。あと8年か、長えな、イライラするわ。それは年に一度の部屋替えの日。ん？78、79。彼の目にある風景が飛び込む。それは黙々と片手腕立てをするムグルマの兄貴だった。80。はあ、今日はこのくらいか。なんだこの男。しかもとてつもなく自分を追い込んでいる。背中に足だの入れ墨、こいつも極道か。ケーキの長さにへきへきしていたウリタさんは、この野郎鼻につくな。未来を見据えるようにトレーニングするムグルマの兄貴が気に食わなかった。おいこら、雑居房で見苦しいだろ。やるなら便所に入ってやれこら。人が努力する様を見苦しいと見る貴様に問題があるだろう。嫌なら壁をずっと見とけ。その言葉がウリタさんの尺に触った。喧嘩売ってんのかこの野郎。豪快に放たれた拳を。喧嘩売ったつもりはねえが、先に手を出したのはお前だぞ。ムグルマの兄貴は額で受けていた。そして帰ってきたのは、このムグルマ剣心にこんなパンチ。凄まじい握力で固められた強烈すぎる拳。死ぬほどぬるいんじゃ。そこが刑務所でも関係ない。直後蛇口をひねったかのように鼻血が流れる。がーなんてパンチだ、尋常じゃねえ。俺は無所を出たらまた戦わなきゃならねえ、だから邪魔すんな。その言葉を聞いてウリタさんは問う。無所を出たら戦うって、あんたケーキ残り何年あんだよ。俺は入ったばかり、残り10年だ。その間一切努力を怠らん。問いに対しムグルマの兄貴は眉一つ動かさずこう答えたのだ。嘘だろ、なんでそんなに前向きでいれんだ。それを聞いたウリタさんは詫びを入れた。邪魔してすみませんでした。頑張る姿が眩しく見えしまったんです。正直だなあんた、ぜひ仲良くしてくれ。これが二人の出会い。その後ムグルマの兄貴の壮絶なトレーニングにウリタさんは付き合わされたという。片手で指立て伏せ、握力が最後勝負を分けるんだ。指折れる。おかげでめちゃくちゃ強くなったらしい。どうやら長い無所暮らしの中で埋面になったようだ。
こいつマジでいい男だろ。それ以降組が違ってもムグルマを兄弟と思ってるよ。そうだったんですね。俺が出所した後もたまに会っていたんだが、ここ最近は構想続きでな。今京極組は大変だと聞いてる。急に来たのは兄弟の力になれたらと思ったんだ。ウリタ、お前の気持ちは本当にありがたい。だがお前の組だって楽じゃねえはずだ。兄弟、大変じゃねえと言ったら嘘になるが、うちの組には俺と親父しかいねえ。フットワークは軽い。それに任侠とは世話になった人間のために体張れるかどうかだろ。俺はあんたに人生を変えてもらったと思ってる。ウリタさんの組は親父が体を壊したことで弱体化。ウリタ、ついに若頭のお前だけになっちまったな。親父、もともと時代の流れでした。謝らないでください。そして今はケツ持ちをしているお店に。おしぼり、ここ置きます。ウリタさん、いつもすみません。備品運搬などを行い、ここをしのいでるらしい。今回の件は親父にも任侠を貫けた背中を押してもらってる。どうか頼む。ムグルマの兄貴もその熱意を理解した。ウリタ、感謝する。ならばお前の力をぜひ貸してくれ。そしてウリタさんの申し出は五十嵐の親父にも伝えた。大変助かります。感謝いたします。無所の中からムグルマさんには世話になりましたから、しばらくこの京極組にご厄介になります。こうしてウリタさんが京極組に手を貸すこととなった。そうして組事務所内にて作戦会議が開かれた。兄弟、一応俺なりに案を考えてきた。おう、聞かせてくれ。まず黒煙街の半グレを一掃する。海援に協力している組織が多い。そいつらを潰すことで海援の動きを鈍らせる。吾妻と麻生を率いる海援は多数の半グレ組織を武力で傘下につけている。奴らから上納される金によって勢力を維持拡大しているのだ。なるほど、それは助かる。若手の野島と策をつけるから、ぜひ勉強させてくれ。二人もありがてえ。ウリタさん、平和のために半グレを切り刻みましょう。お願いします。まともな人なのかな。方針が決まればウリタさんの動きは素早かった。情報屋から海援の息がかかった半グレの情報を仕入れました。早速行くか。黒煙街クリーン大作戦だ。特に潰さなきゃならないのは役で稼いでる汚ねえクズどもだ。資金源を断つってことですね。そうして俺たちは役を裁く半グレの屋さえ勝ち込みをかける。腐ったけどども、舐めた真似は許さねえぞ。返事よせ。もうどこだと思ってんの。次の瞬間、ウリタさんはもう敵の懐にいた。町を蝕む寄生虫が、腹の中見せてみろ。とんでもなく早いわけじゃない。でもすごい思い切りの良さだ。勉強になる。野島の兄貴も気合十分だ。ここは半グレの集合墓地だ。諦めてみんな死のう。武闘派による一切の容赦ない急襲。助けてください。金庫はどこだ。あと薬は全部燃やせ。死を恐れた半グレは白旗を上げた。ウリタさんには実はもう一つ狙いがあった。お前らどうやって上納金渡してんだ。銀行には振り込めねえだろ。え、それは極秘事項でして。無駄なこと喋んな。奴の顔に横一文字が入る。しゃべります。月に一回行って私です。場所は毎回変わります。最初から素直に喋れよ。男前になっちまったじゃねえか。金は組織にとって血液だ。これを続けていれば必ずそのうち何かしら報復が来る。真正面から来るかもしれねえし、罠を張って来るかもしれねえ。よく見ておかなきゃ命を落とすぞ。ウリタさんもこの世界は長い。敵の手口を想定していた。数日後、俺たちは隠れ家的な居酒屋へ入った。野島くん、佐古くん、おごりだ。好きなだけ食ってくれ。呼び捨てて大丈夫でございます。死ぬギリギリまで食べます。酒で口がほぐれてきた頃。でもウリタさん、どうしてここまでやってくれるんですか。そうだな、ムグルマの兄弟は戦争になったら誰かのために命を懸けるだろう。ウリタさんの言う通り、ムグルマの兄貴は来い罠か。組を守るため、仲間を守るためならば、そんなものでこの俺が止まるか。内臓の色見せてよ。いつだって自らの命を懸けて戦ってきた。無所にいた時、その精神性をよく聞かされたんだ。でシャバに戻ったらまさにそのまんまだった。俺は奴に恩義がある。だから俺も同じ精神性でいるだけだ。ウリタさんはどこか誇らしげでもある顔で語った。
だが、カイエンは即座に動いていた。京極組の友軍がうちの資金源を止めようとしているみたいだな。麻生、ちょっと罠でも張ろうか。オーケー。よく動いているから引っ掛けやすそうだ。そんなある日のこと、森大の回収に回ります。今一人はダメだ、人手が足りねえだろうから俺もついていく。そしてやってきたのは雑居ビル3階のスナック。京極組です。店長、森大の回収に来ました。あ、はい、森大ですね。オーナーが1階にいますので、そちらでお支払いします。その時、ウリタさんが俺にスマホを見せた。おい、サコ、イガラシのおやすさんから連絡だ。下で森大を受け取ったことがあるか。いえ、ありません。その時、ウリタさんはじっと店長の目を見ていた。早く下に行きましょう。なるほどな。すいません、親父と一本電話しますんで、先に降りてもらっていいですか。すぐ行きます。わかりました。親父との電話だと聞いた店長は、お待ちしてますね。聞いてはいけないと部屋を先に出た。サコ、あいつ裏切ってるぞ。え、なんでですか。バカ野郎、そんなもん目見りゃわかるんだよ、極道は。そしてウリタさん主導で外の螺旋階段を使い、来い、状況を確認する。俺たちは1階ではなく4階に登った。見ろサコ、路地裏に何人か張ってやがる。本当ですね。ビルの周辺には半グレと思わしき人間が複数名。不意打ちで刺し殺す気だな。あのクソ店長、自分の店で暴れられたくなかったんだろう、だから外に出そうとした。そう言うとウリタさんは茶化を抜いた。次の瞬間、ウリタさんが連射。お前ら甘すぎる、天はお怒りだ。上空から半グレどもを一網打尽にした。地上に降りた俺たちは店長の元に行く。仇だ、命までは取らねえ、誰の指示でやった。その時だった。あ、ウリタさんが横目で何かを捉えた。サコ危ねえ。おお、その次の瞬間、ウリタさんが俺の目の前で何者かに撃たれる。なんと一人生きてやがったんだ。てえな、こら。ウリタさんは即座にとどめを刺す。ウリタさん、どじっちまった、情けねえ。その銃装は明らかに厳しいものだった。闇車に、闇車に行きます。あれ、みんな死んでんじゃん。まさかそこに現れたのは。罠がうまくいってるか見に来たけど、やっぱあいつらバリューねえな。カイエンナンバー2、武道派中の武道派、麻生セイナ。お前がうちのキャッシュ止めてるやつ、迷惑行為はおやめくださいなんだけど。その時ウリタさんは、こいつが噂の麻生セイナか。麻生の目をじっと見ていた。そして突然ウリタさんが叫ぶ。サコ、今すぐ逃げろ。そんな。いいから行け、さっき言っただろうが。目見りゃわかんだよ、極道は。こいつは化け物だ、行け。その腹、自分が逃げれねえからだろ。あんたが親玉、知らねえ顔だな。麻生が嘲笑を浮かべ、ゆっくりと前に出る。逃げたくない、だがそれはウリタさんの思いを踏みにじることだ。俺は団長の思いで決断した。うわあ、すぐ応援を呼びます。そしてウリタさんと麻生が向き合う。あいつはいいや、今日はお前だ。ここでこいつを取れば、一気に京極組が有利になる。先手を取ったのはウリタさんだった。ここで死んでもらうぞ。放たれたのはウリタさん渾身の突き。うらあ、そのスピードじゃダメだ。しかし初っ端からカウンターが飛んできたんだ。それはウリタさんの腹を激しく裂いた。やっぱり物が違うか。ならよ、金の恨みは一緒だ、死んで詫びてくれ。奴の狂人はウリタさんの腹に突き刺さってしまった。エッチを上がれ。だがウリタさんの目は死んでいない。刺させて刺す、相打ちじゃ。そう、元より相打ち狙い。それはまさに命をかけたカウンター。うらー、おっと、何？悪いけど俺目がめちゃくちゃいいんだよ。しかし無情にも麻生はそれを外してしまった。そして流れるように
麻生の月がウリタさんを捕らえる。グッバイ。うわー、その時ウリタさんはドスを離し、つかん、アツオ、麻生の右手をつかんでいた。そしてウリタさんが最後の命の炎を燃やす。俺は助からねえ、だがこの手を追ってやる。痛えな、ガキか、爪立ててんじゃねえ。無論腕を折るなんてかなわなかった。そのまま押し込んでやる。うわ、その押し込みはウリタさんの背骨まで届いた。そして糸が切れたように倒れたんだ。いて、体掴まれたのなんか久方ぶりだ。おっさんいい根性してたわ。そう言って麻生はその場を去っていった。麻生が去った後、おー、ウリタ、くそったねー。遅れてムグルマの兄貴と俺が駆けつけた。なんでこんな、うちのために。兄弟、ブザは晒してすまねえ。だがな、俺は天才みたいな面してるあいつの腕を掴んで、ゴー、引っかいてやった。兄弟の愛する射程を生かせてよかった。誰かのために体を張って死ねるなんて俺は幸せ者だ。先に行く。そして武闘派極道ウリタ純氏は永遠にその目を閉じた。その時ムグルマの兄貴が気づく。指に血が、麻生を掴んだのか。兄弟、本当にありがとうな。仇は必ず取る。彼の命を懸けた奮闘はこの後の戦局を大きく変えることとなる。